シェアさせて。やっほー。太郎ちゃんすごく畑やはやはありがとう。東郷もびっくりだ。ありがとう、栗ありがとう。お仕事頑張れ。ニョルームさん、チャリできた、ありがとう。タクイ、じゃあ久しぶり。仕事中だからもうオッケー、了解。星だけいっぱい投げて。コマちゃん走っていたの？コマちゃん走っていたの？どういうこと？走らないよ。カワセミ、おつこま、ありがとう。彼女お疲れ様って、ありがとう。現在ね、ショールームイベント参加してます。あ、イガグリだ。初めてじゃない、イガグリ来るの。イガグリが来るの初めてだよ、タクイ。ありがとう。そう、イガグリがちょっと高いのよな。ありがとう。ご先人もしちゃおう。だって10個でさ、すごくない？ありがとう。そしてトーゴ、栗ありがとう。今ね、リンゴ畑にいるの。なんか鉄火の作業をしなきゃいけないんだけど、これタオル、これ畑仕事はね、いつもねタオル持ってます、私。ディディーン。2019年の時のあの長野県で行われたね、信州フラワーフェスティバル。いや、かわいいでしょ、このアルクマもね。そう、なんかいつもね帽子かぶるんだけど、いつも帽子かぶって畑仕事するんだけど、ちょっと帽子忘れた。普通に帽子と手袋忘れたね。ナイトシャチャリできた、ありがとう。というわけでね、現在ですね、まあ、ゆるいべなんですけど、あのこのね、あの50万ポイントのアバター特典券をね、あのゲットするために、こちらのね、小さい秋見つけて運試しっていうね、あのイベントに参加しております。畑広いよ。あ、でもそこまで広くないかも。ここはそんな広くないかも。こんな感じ。こんな感じなのよ。そうそう、リンゴ見よう、みんなで。みんなでリンゴ見ようね。前ね、まだちっちゃくてさ、なんか今年ちっちゃいかも。9月上旬の時点でこのくらいの大きさ、リンゴ。これ富士っていう品種なんだけど、こんな感じ。青いでしょ。ねえ、リンゴこんな感じになってるのよ。みんな見たことある？リンゴね、これリンゴ、これもリンゴ。でね、ちょっと今日やんなきゃいけない、すごいなんかカエルが鳴いてる。今日やんなきゃいけない作業がもう鉄火作業っていうやつで、これね、あのめっちゃついてんじゃん。あ、レベルアップした、ありがとう。この一つの枝にさ、1,2,3,4,5,6,7、これ7個ぐらいついてるけど、一つの枝に。これさ、めちゃくちゃさ、あの多いのよ。これめちゃくちゃ多いのよ、この一つの枝に対して7個って。そう、これね、リンゴがたくさんなんかその集まってると、これね、一つ一つが大きくならないの。栄養がね分散しちゃって、そうそう、全然大きくならんのよ、このリンゴが。で、そのために大きくするために、この鉄火作業っていうやつで、まあ余計な実を落としていく。ちょっともったいないと思うけど、余計なねものをね、こう弾いていくっていう作業です。だから例えばこれだったらね、みんなありがとう。あ、牛くんありがとう。こまこまだよね。たつまるこんにちは。ゆっきもおつこま。富士か俺が一番。え、わかる？リンゴさ、私も富士が一番好き。食感とか味とかも合わせても全部富士が好き。青リンゴは赤くならないから、青リンゴ？そうだね、青リンゴはね、あの赤くならないので、これは